というわけで、翼チャンネルの新田翼です。よろしくお願いいたします。まあ、何が起きてる、何が起きてますか。まあ起きてるでしょ、それチラッと見えてるけど分かんない、どうですかね、うん、もうちょっと晒してみたらいいんじゃないですか。あ、じゃあちょっとすいませんね、この状態でございます、うん、何をやってるの、それ。なんか寒いから。あ、いや、あの、まあ確かに、まあだいぶ暑いんですけど、うん、左という部分は、うん、ご存知ないですか。うん、なんだかよくわかんないけど、昨日何をしてんのかなと思って。いやいや、だって昨日めちゃめちゃ話題になってましたよ。ツイッターとかでも結構トレンドになってましたけど。あ、そうなんですか。知らないですか。全然知らないです、ね、あの、僕昨日井上尚弥とちょっと一戦かましまして、はあ、はい、でもあの、これここ釣ってんですけど、うん、ちょっとここにですね、うん、あの、いいものもらっちゃって、はあ、右の服バーンもらったんですけど、はあ、あの、鎖骨が折れて、そのせいで、はあ、結果、こうです。なるほどね、はい、それ戦い終えてそうなったと。そう、もうだから名誉の勲章が今ね、だから僕ちょっとこれ負けちゃったんで、ファイトまでは少なかったんですけども、うんうん、まああの、でもね、これでまた僕も一段抜けたんじゃねえかなっていう感じで、はい、うん、全然面白くない全然面白くないから、はい、うん、逆に真実を言った方が多分面白いと思うんですね。あ、本当ですか。あ、まあ何か外してみますか、その上着を。あ、これですか、うん、外してみますけど、僕今左手動かないんですけど。そうか、これここそう、なんかもうなんだかわかんないけど、これもう本当西部警察の舘ひろしがつけてるみたいなね、銃をくっつけるようなのやってるけども、そう、なんとかホルダーってやつね。うん、一言で左腕が動かない。まあいいっすよ、それでも。あ、いいですか、この状態ですよ、うん、はい、まあこれがこっちもあるんですけど、脱線だけど、はい、とりあえず、はい、まあ、要するに怪我をしたと。そうです、とにかく、はい、うん、まあどういう理由で怪我したのか、じゃあちょっと言ってみてください。まあもう簡潔ですよ、うん、ウーバー中に原付乗っててこけました、はい、以上です。もうそれは何、自爆ってことですか。もう誰も絡まない、なんかの車に引っ掛けられたとか、はい、誰かが急に飛び出てきたとか、はい、もう一切関係なく、自分でこけたと。何にもないところでつるんと行きました、うん、はい、どうやったらこけんですか、自分で。ねえ、俺も不思議なんですよ、うん、普通何かがあって転倒するんですよ。そう、避けるとかね、何かが、あの、不慮の事故があってとか、まさにそのことなんですけど、僕の場合も何の不慮もなかったんですよ、うん、全てが予測できる状態でこけましたから、うん、はい、それただ鈍かったってことでいいのかな。そうそうそう、まあ、運動神経のなさが、うん、まあ、如実に出たなという。まあこれね、はい、まあ、こうやってわざと言ってるのはなぜかというと、はい、実は以前ね、はい、このチャンネルを立ち上げた時に、はい、翼くん単独で、まあ、お友達となんだけども、スパルタンレースだっけ。そうです、あの、めちゃめちゃ過酷な障害物レースがあれ出てんですよね。出たんですよ、はい、出て、はい、そこでも怪我してんですよね。またくしくも同じ左肩をね、あれ本当にね、ちょっと面白い形でこけてるというか、まあこけてるところは見えないんだけども、まあ見ればわかるって感じの、まあ面白い映像があるんで。そうなんですよ。できたらね、これちょっと弾丸団とかも見てないはずなんではい、ちょっと見てもらうとね。そうですね、あの、もう本当にそこの部分だけでいいので、うん、ちょっとリンク貼って時間貼っとくから、ちょっと見てほしいですね、うん、鈍いやつ、運動神経のないやつってのはこういう角度で落ちるんだっていうのがね、まざまざと分かるような絵がね、残ってるんで。そう、でもあれ本当に自分で見ても、うん、こんな落ち方する人おるみたいな、うん、だから今回のこの事故も、はい、ワンチャン運動神経がすごくいい人だったらそこまでにはなってない可能性が。そう、あの、綺麗な受け身とか、うん、取れるんじゃないかなと思います。僕の場合も左鎖骨全てダーッといったんだよね、はい、引きずりましたんでこれでその結果、これ多分レントゲン写真をどっかで貼ろうかなと思うんですけど、本当にパキッといってるんで、うん、まあ、要するに鎖骨を骨折したってことね。あ、それは本当なんで、右フッカーもらってないんですけども、原付でこけて、うんうん、左鎖骨を一番ダセーやつね、はい、あの、本当に言いたくなかった。せめてなんか仕事中にこうしたとかね、撮影中でね、アクションやっててやっちゃったとかじゃないんですよ。なんなのその、自滅って本当に無駄な怪我をしただけっていうね。そう、これはもうだからね、僕生活どうしようって感じで今ね、ウーバー稼ぎたくてウーバーやって怪我して稼げなくなるって、これ一番ダメなんですよ。そうなんですよ、昨日ね、昨日じゃ一昨日か、うん、3000円は稼ぎました3000円稼いだ後に転んだ。3000円後に転んで病院で4000円払って、レッカーで2万7000円払ってマイナス3万ですねこれこれね、もう本当にこれをね、はい、ライブ中とかにやってたらスパッチャとかくれましたよ。あ、まあ、あの、お大事にですね。そう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 、ありますけど、何もないからね、はい、全くないでございます。ただ単にお大事にというね、はい、まあそれだけですよ。それだけでございます。まあまあこんなくだらない話はどうでもいいんですよ。長かったな。明日、明後日かなんかに、はい、才能開花かな、あの、34目、まあこれ、あの、ジューンブライドでしょうね、はい、うん、まあ来ますよ、はい、で、まあなんか一日置きというかわかんないですけど、一人ずつ一人ずつ性能紹介今出てますね、はい、まあ、今の段階でフローラとデボラが出てるから、ビアンカが分かってる、ビアンカが今日と か, か多分出ると思います、うんうんうん、まあそんなじゃあそこまで待てよって感じですよね。あ、まあそうだけど、まあ、タイミング的に、ね、はい、まあ、今日やるしかない、はいはい、まあこれね、ちょっと
微妙ですね。まあ僕も見てる感じは、うん、まあ、なんかって感じ。最近のこういう闘技とか、はい、まあ、高難度とかに食い込んでくるような感じではないのかなってちょっと思ったのと、はい、まあ、デボラなんかは、まあ、アリーナのちょっとねギラ版かなぐらいの、そうな感じちょっとしますね。若干そんな感じもあり、はい、まあ、フローラに関しては技を出した後に2歩下がると、これはちょっとね、闘技、うん、どうだろう、ワンチャン相手にいたらめんどくせえなっていう、まあ、そのサンディと同じ挙動な気はするんで、だるいっちゃだるいかも、まあ、ですよね、はい、ただね、なんすか、まあ、僕はもう前も言いましたけども、はい、素材がないんですよ、もうね、まあ、結局ね、まあ、そうだわ、はい、もうこのペースで来られても結局は巻いてる分がほとんど同じなんで、そうですね、全然その止まっちゃうんですよね、まあ、こういうのをちょっとどうしたらいいのかなっていうふうに思うんですけども、はい、だからなんかちょっと運営さんって勘違いしちゃってるというかこのね、まあ、今回だって本当に今もうすでに、ドロップキャラ、はい、なんか髄核昇格と、そうです、まあ、あと2つありましたよね、雲とこれが終わっちゃうと、まあ、正直あとはもう枕落としゲームみたいな感じなんですよね、はい、まあ、だからめっちゃ虚無ですよ、まあね、回ってるだけだから、はい、この状態で、まあ、才能開花でしょ今度、はい、そうです。これなんかイベントとかってあるんですか、別に何もないんですか、いいんだと思うんですけど、うん、まあ、実際なんか次のガチャの話がチラチラとか出てますけども、あ、そうですね、はい、それはいつなんですか、が来週じゃないですか、あ、そうなんですか、大体ここ本当嘘ばっか言うからなんか自信満々に翼くんいついつって言って全然違うよね結構ね、僕今もう確認してなかったんで、まあでもスパン的に言うとあれですけど、ギルド大会始まる前だから多分来週じゃないですか、じゃあ今回はこの才能開花だけがされるってことかな、多分と、またガチャが復刻されてるとかそんな感じな、ああ、なんかあれですよね、今度またビアングには何だっけ、強いベロニカとかも入ったガチャが出るんじゃねえみたいな、出るんじゃなかったかな、なんかあれでしたと思いますけど、はい、ただやっぱねちょっと今は本当にバランスがね悪い、なんだろう、あぐらをかきすぎてるっていうのかな運営様、トマトもなんかねネタがなくなってんでしょって思うぐらい、だいたいこういうソシャゲっつうのはある程度半年ぐらいのスパンっていうか見て、うん、考えとくじゃないですか、そうですね、なんか結構今行き当たりばったり感出てないですか、まあね、僕らが感じるのはそう感じます、ここを開くんでここにこうしとけぐらいのちょっとそういうね、うん、追加的なことが多すぎるというか、確かにね、だからこそなんかイベント感もなく、はい、なんか過ぎてっちゃうっていうかね、何にしても今はもう本当に何かが足りないから、はい、それを集めるだけのゲームっていう形にはねそうですね、うん、ちょっとなりつつあるかなって、そういうところがあるんで、まあ、ちょっとこういうところも直していってくれないとね、まあ、ギルド大会にちょっと今本当、うん、余裕も過ぎちゃってのかな、これやっときゃいいやみたいなね、若干ちょっとあるでしょその色が、まあだって2週間しのげるでしょ、それでね何やかんや盛り上がっちゃいますからね、そうなってるから、だいぶなんかちょっと、うん、まああぐらかいてる感じですね、そう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 、はい、だから今回、ドラクエの日があって、まあ、それはガチャだけで終わり、はい、まあ、今回モナンのイベントみたいな感じになってるけど、まあ、これもなんかちょっとね強引に取って作ったから、まあいらないっちゃないですかね、別になんか、はい、ナンバリングとかなんかイベントと関係するようなこともなく、まあオリジナルみたいな感じですよね、まあまあ多分オリジナルといいと思いますよね、まあなんかそれで今ギリギリ食いつないでんのかなって、だからもう2周年に何か大きなのは考えてるんだろうけども、まあそれはそうでしょう、結局そこまでが今本当つなぎの作業みたいになっちゃってるところがあるんで、うん、まあちょっとねこの次の動画で言おうかと思うんだけど、はい、根本的な改革っていうのをやっぱしていかなきゃいけない時期が来たんじゃないか、はい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 、まあ思うわけですよ、まあなんでね、まあ、今回一応この半分ぐらいは冒頭で翼くんの自爆の怪我の話をしましたけど、はい、あ、面白くないよねなんかね、せめてその自爆したんであれば、まあ、今鎖骨が折れてるわけですよね、そうです、ここで体張って何かをするってぐらいだったら盛り上がると思う、いやまあ確かにこれせっかく折ったんだったら何かやんないと、うん、折って今止めてるわけでしょ、そうです、それをもう一回折るとかどうですか、それに関してはまあお医者さんと相談ですね、うん、と僕とプロレスをするとあ、でも右手だけの腕相撲とかならちょっとありかもしれない、うん、左が使えない状態、それ左手でやるから面白いそこを僕が100の力でダーってするから面白いでしょまあ面白いになるか、またバットがつくか、うん、そうで、ここで救急車を呼ぶちなみにこれ翼くん、はい、話戻すと、なんですか、自爆をして転んで、はい、自らの手で119番したんでしょ、うん、そうですよ、虚しかったですよそれ、まあできれば呼びたくなかったですよね、せめて誰かが呼んでくれるとか、ね、そう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 、自分でポチポチ押していやもう僕も頑張ったんですよ、さすがに自分で転んで救急車はやべえと、迷惑だ、うん、
だからもうしばらく休んでたんですよ、もう2、30分、うん、もうダメなんですよ、うん、動かねえし、めまいが止まねえし、吐き気がするってごめんなさいと思いながら119んですよ、浮いてぇ、浮いてぇよっつってた。いや、まあ、もう涙ポロポロ流しながら先生、今、もう腕が動かないんですけど骨出ちゃった骨出ちゃったあ、もうなんか心臓止まるかもしれない死ぬかもしれないって言ってもうだから人生で一番の大怪我ですか、それ。あ、もうこれがそうですね、もう生涯一でしょうね、これまあね、何にしても、はい、まあ今回ちょっとドラクエタクトの話もしましたけど、はい、まあダセー翼くんっていうのをね、はい、まあ、プラスアルファやったんで、はい、まあ、だからこれちょっとコメント欄に、はい、骨折中の翼これどうですかってくらいの、確かにそれは欲しいかもしれない、ちょっとネタをくれればやりますよ、はい、このちゃん、これ今やらないとまさに骨折この状態で懸垂とかね、右手だけで僕行きますよ。いや、もう両手でしょ、これ両腕上がんねえのよ、そこ行かなきゃ、もうそれをガイってガイってガーですよ、もう全部逆に治るかもしれないよね、あー全部やりすぎて、うまいことハマったわ、そうそうそう、なるわけねえだろまあだからちょっとそういう要望にも、はい、はい、答えたいです、はい、答えていくんでね、ちょっと本当に損したくないな、まあ、何にしてもこれ今ねちょっと半分脱ぎかけですけどダセーのよ、とにかくね、ちょっとこれ本当は三角いらないんで、あの次回からもうこれだけの状態でちょっとなんだか分かんない、で胸を張ってくれって言われたんでしょ、そうです、あの胸張らないとダメらしいんで、うん、ドレアムみたいなポーズ、そう、ずっとあの大学で、まあ、次これで聞きます、はい、そうですか、はい、まあ、春日状態なのか、うん、ドレアム状態なのか分かんないですけど、まあだからちょっと、はい、そういうのをね、今回はタクト外でもできるんで、はい、怪我中の翼、うん、何をするみたいなね、はい、そういうリクエストがあれば、いや、もうぜひぜひですよ、うん、はい、やればいいし、あと左手でマシェリンを動かすっていうのも面白いですよ、はい、マシェリンに一生懸命ヘッドバンキングしてガチャをするとかね、多分ね、こんぐらいしか動かないまあそういうのもありはいはいはい、まあちょっと次回ね、そうですね、まあ、コメントをくれればいいかなと、ぜひぜひって感じ、はい、まあそういうことです、ね、はい、じゃあ今回はこんな感じで、どうもありがとうございました。俺がずっと骨折り損って言ったの分かりました翼チャンネル、チャンネル登録してくれよな、な、チャンネル登録してくれよな、な。